一粒の奇跡、村田幸子。千年も前から生き続けて宇宙に旅をした。花の種を心にまこう。遥かな時をめぐり、今この時を一緒に生きている。聞こえる聞こえる宇宙の音が。遥かな宇宙の翼つけて空から帰ってきた。花の種を心にまこう。彼方の星をめぐり、今この星で一緒に生きている。奇跡のように、今この星で一緒に生きている。聞こえる聞こえる命の音が。全然わからないですよね。いいですね。14代。
いやちょっと待ってください。しっかり生まれてらっしゃいました。ごめんなさい。ところで、はい、すいません、5年前の奈良派に始まり、4年前の広野のサミットで周さんにお世話になりました。あ、こちらこそ。5年の時を経て立派になって帰ってきました。気仙沼出身の村上龍人と申します。龍人君、立派になりました。いやー、5年ですね。5年前ですか。そうですね。こんな感じだ。あ、そこまで小さくない。いや、こんくらいでした。こんくらいです、はい、こんなに大きくなって、おかげさまで。まあ、精神的に、はい、これからもっともっとね、立派に成長される、あれ、この間まで中学生だったのが、そうですね、なんかいつの間にか社会人になってるんですか。はい、4月から宮城県職員として働かせていただきます。ありがとうございます。今、朗読もね、この語りを受けて歌うというのがなんか嬉しくて、はい、ね、ガチガチに緊張しちゃって申し訳ないです。しかもね、大震災の時は大島ですからね、気仙沼のね、島を超えるぐらいの大津波が来たわけですよ ね、 そ、 すね、その時のことは当然生まれてますよね。そうですね、7歳くらいだったと思います。さぞや大変だったと思いますけど、はい、でもその後ね、希望の桜第1号が大島に植えられて、はい、ね、桜とともに育っていったような、はい、はい、ばっかり言ってるけど、すいません、なんか俺が喋りまくるんだ、さっき言ってたのに言ってたのに。なんか質問されたら、いや、もう全部僕喋りますかってさっき言ってたんで、ちょっと聞いてなかったですね。まあでも、どうですか、何か、はい、あ、何か今お話になられたいこともあるんじゃないですか。お話になられたいことなられたい、あ、すいません、なりたいことですか。いや、やっぱりその結構いろんな県に行って仕事をすることが多いので、ここにたくさんいるお偉い方々にとてもお世話になることがあるかもしれないので、ちょっとぜひよろしくお願いします。皆さんどうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか保護者のような気持ちになっちゃう。そうですね。はい。でもなんかね、本当にこの会そのものが人間のね、つながりでいつの間にか輪がこんなに広がったというのがありますので、それがどんどん世代を超えていくというのはもうなんか信じられない、夢のような、ね、夢のようなことだと思ってます。歌い継がれる曲をね、はい、作曲してくださり、かつ歌ってくださる周西湖先生がねいらっしゃるし、まあ、こういうふうに共鳴してですね、うん、この希望の桜であり宇宙サミットの、はい、中身をですね、完全にこう理解してくださって作ってくださっているので、毎回こうやってね、お付き合いくださるというのは本当にありがたいことです。いや、なんか歌うことが何の力になるのかわからないほど、なんか自分の中でもね、やっぱり歌手としていろいろね、思う時期でもありましたね、この数年。そうですね、10年、震災、そしてコロナ、震災があり、コロナがあり、そうですね、両方通して、でもやはりそうやってつながっていく絆みたいなものが一番なんかね、力をくれるって私は思うんですよね。だって素晴らしいと思います。ありがとう。本当に素晴らしい青年にね、この間まで中学生だったのにね、繰り返しますけど、当たり前ですかね、はい、これからも一緒に歌いましょうね。ぜひよろしくお願いします。はい、嬉しいな。我が青年部の村上龍人君ですね。はい、ぜひお名前を覚えてもらってよろしくお願いします。ちなみに何か困ったことがあったら、村上龍人君ご指名で何か大丈夫、困ったことあったら、あ、もう全然何でも言ってください。どこでも駆けつけるんで、何かできるかわからないですけど、とりあえず行くので、何か困ったら言ってください。いいですね、この若さ。じゃあ頑張ってくださいね。龍人君ありがとう。後でまたね、一緒に歌いましょう。ありがとうございます。周先生、次の曲はどういう、はい、そうですね、どういう曲なんですか。次の曲が、その希望の桜ですね。まさに、あ、言ってしまう、あ、よかったですか。曲の、ね、はい、そうですね、作詞をされた村田幸子さんがもともとこの希望の桜の前の今歌わせていただいた一粒の奇跡の詩を書かれて、私に曲をっていうふうにお声かけていただいたんですよね。
それがきっかけで長谷川さんと出会ってこのようなつながり でそんな時にいろいろありまして、そして希望の桜がつながってたんですけど、もう希望の桜を作る頃は、そうですね、もう長谷川さんがとにかくもうピュアにまっすぐに全然ブレずにもう突き進んでいらっしゃる方なので、もうそのパワーの中に乗っからせていただくような思いで、あの希望の桜の詩を歌にしたいと思いました。言葉を歌いたいと思っております。あれですよね、曲を作るためにあの村田幸子先生と秀才子先生、はい、石巻まであのご一緒していただいて、うん、石巻の当時のね2015年頃の14年頃ですかね、現状をこう見ていただいて、はい、それで、まあ、そういったイメージもですね含めての希望の桜の、はい、うん、あのなるべく難しくない覚えやすい歌で掛け合いができるような部分を作りたいと思って歌を作りました、作曲をしました。ですのでもう皆様ご存知だと思いますけれども、掛け合いの部分があったりとか、あとそんなに複雑なメロディーはありませんので、皆様が覚えて歌っていただけるのがすごく嬉しいですね。一番何よりです。今日はこのね、はい、このセッションの後半では皆さんと練習ご指導いただいて全員で歌えるように必ずなるということになってますので、はい、お願いします。あのそれではあの、はい、その朗読の方、今度はですね、あのもう一人の、ね、スーパー素敵なワンアース青年部の青年に読んでいただいて、それから歌っていただくという段取りでよろしいでしょうか。はい、はい、その詩を朗読を聞かれて、はい、イメージを膨らませて聞いていただければと思います。それではどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。